ここにまで雷の音が聞こえてきますね。落雷地点は相当近いみたい。それじゃあここで少し話を聞いていこう。数日前から遠雷が聞こえるようになったんです。距離もあるし、初めは気にしていなかったんですけど、一向に止む気配がなくて。原因に心当たりはないんですよね？もちろんです。こんな現象初めてですから。おまけに町の年長者たちが竜の仕業だと口にするもので、みんな怯えてしまっているんです。竜の仕業とは一体どういうことですか？この地域に伝わる昔話です。大昔、西の峡谷には巨大な竜が住んでいて、雷を操り、人々は畏怖の念を抱いていたという。詳しく聞かせてくれませんか？お教えしたいのは山々なんですが、幼い頃に聞かされたっきりで細かく覚えてはいないんです。そもそもあんな落雷が起こるまで竜の伝承なんて思い出しもしなかったですし、この地域に住む年長者なら伝承について話せると思います。年長者ですか？はい。そういえば西の峡谷の近くに住んでいるご老人がいます。その方は物知りなので、何か困ったことがあればよく助けてもらったものですよ。なるほど、わかりました。竜の伝承か、なんだかワクワクするね。確かに竜であれば天才を操るほどの力を持っているでしょう。しかし竜と呼ばれる種族が存在していたのは大昔のことだと認識していますが、他に手がかりはないし、ひとまずは峡谷付近に住む年長者を探して話を聞きに行ってみようぜ。そうですね、では参りましょう。俺たちは竜に詳しい老人に会うべく西の峡谷を目指すと決めた後も、念のため町での情報収集を続けた。結果、断片的ではあるが手がかりとなる竜に関する情報を手に入れた。また雷がひどくなった気がする。これも全部竜の仕業なのかな？ご老人を探して話を聞きに行く前にもう一度伝承を確認しましょう。西の峡谷に住みし竜は雷を自在に操るという。竜はこの土地を愛し、ひとたび土地を汚す者が現れれば怒りとともに雷を落とし続けた。やがて人々は竜を敬い、竜もそれに応えた。守護者となった竜は峡谷で人々を見守り続ける。やはりあの雷は竜の仕業と考えるべきでしょうか？そうだな。伝承通り竜が起こって雷を落とし続けているのかもしれない。巨大な竜が果ての山脈とはいえ人海の中にいるなんて少し怖いね。果ての山脈にいる竜か。ベルクーリと北の白い竜を思い出すな。ああ、まさにそれだ。西の峡谷で雷を落としている竜は守護竜だと思う。守護竜？前にカーディナルから聞いたんだ。北の洞窟や西の峡谷、暗黒海とつながる果ての山脈に4体の守護竜がかつては住んでいたらしい。彼らはやがて暗黒海との戦争が起こった時に人海人の味方をする存在だったって。だったとは？アドミニストレーターが整合騎士を使って全て殺してしまったそうなんだ。そうなんだ。それじゃあ西の峡谷にいる竜は？ああ、ジャイアント族や皇帝と同じくカラントによって蘇ったのかもしれない。とにかく今情報を集めるためにも西の峡谷へ急ごう。
はあ、話を聞かせてくれますか？うん。困ったな。なるほど。うん。あの、わかりました。うん。任せてください。どうでしょうか？